Family Forks.君は忘れられるの？私は全力で行く。聞いてくれた人が私を忘れないように、その人の心にずっと住めるように、それが私のあるべき理由。私は演奏家だもの、君と同じ。僕は大切な楽譜を投げ捨てた人間だよ。奏者として失格だ。それでもまた拾い上げて楽譜に向かう。そうやって最も美しい嘘が生まれる。私たちまだ14だよ。思い切って飛び込もうよ。見てて辛いの。今の後世中途半端だもん。あの日から後世はどこにも行けずにいる。お母さん。私を見て、顔を上げて、私を見て。下ばかり向いてるから五線譜の檻に閉じ込められちゃうんだ。無理かどうかは女の子が教えてくれるさ。まだ怖い？また下ばかり見てる。みんな怖いよ、舞台に上がるのは。失敗するかも、全否定されちゃうかもしれない。それでも歯を食いしばって舞台に上がる。何かに突き動かされて私たちは演奏するんだ。大丈夫、君ならできるよ。僕を突き動かす、力強く鼓動のように。君の音が聞こえる。君がいる。この先は暗い夜道だけかもしれない。それでも信じて進むんだ。星がその道を少しでも照らしてくれるのを。さあ、旅に出よう。4月は君の嘘。